はい、おはようございます。皆さん、今日はですね、ドッキリパート2をやりたいと思います。今時刻はですね、見えますか？今12時10分です。12時回りました。お昼の12時を回ったにもかかわらず、いつもですね、旦那は起きないんですよ。自分で経営し始めてですね、調子こいてですね、毎日ぐーたらぐーたらお昼まで寝てるんですよ。 YouTube もいい感じに行って、お仕事もいい感じに行って、平和ボケしてるんですよ。そんな平和ボケしてる旦那にですね、前回もしたんですけど、前回は成功してですね、今回もですね、このケツバット、寝起きケツバットをしたいと思います。目を覚まさせたいと思います。バチコーン行きたいと思います。行きますね。じゃあ行ってみたいと思います。待ってくださいね。毎日お昼の12時まで寝上がって、経営者になってから調子こいてんじゃねえの？何が？調子こいてんじゃねえの？ YouTube もいい感じで、お仕事もいい感じでよ、まだ寝ぼけてるな、お前。かな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 、部屋も消し上がって、お、やるのかやるのか、どうぞ。